お待たたたたせいいしししまましそれでは本日のプレスブリーフィングを開始いたします2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催が3年後に迫る中、大会の推進本部は今年4月、サイバー攻撃への対策などを盛り込んだセキュリティ基本戦略を決定いたしました。 As the twenty twenty Olympics and the Paralympics uh, in Tokyo approaches in three years. This year in past April, the promotion headquarters have launched and announced its security basic strategies, including countermeasures against cyber attacks. 本日はサイバーセキュリティ対策を手掛ける国際的企業のパルアルトネットワークスの松原美穂子チーフセキュリティオフィサーをお迎えし2020年に向けた対策や課題についてお話をお伺いします。As cyber attacks become more sophisticated and becoming an international threat, what sort of countermeasures should be put in place in this country?Today、uh, we have Miss Mihoko Matsubara. the chief security officer of palo alto networks, kk, uh, the company, as you know, is uh, famous for cybersecurity. Uh, to shed us uh, light on the uh, what should be done for the 2020. 皆様には携帯電話をマナーモードにしていただきますようにお願いいたします。それでは松原さん、よろしくお願いいたします。Ado, ara, あ皆まま本日は雨の中中たたたおお忙しししいいようこそお越しいただきました あのただいまご紹介に預かりましたパラートネットワークスの松原と申します。The weather. あの本日はです、ね、あの皆様とぜひいろいろな情報共有をしていきたいと思いますので、あのどうぞよろしくお願いいたします。最近 あの毎日のように新聞でもテレビでもサイバー攻撃サイバーセキュリティが世間をにぎわ,わしていますけれどもちょっとですね今日はあの視点を変えまして攻撃サイドから見たその最新動向がどうなっているのかを見た後にじゃあ今度,今度その3年後にですね、まあ、東京五輪が開かれる中その日本でもいろいろなサイバーセキュリティの施策があの作られておりますのでそれについてご説明します。 Well, recently, never a day passes without us seeing some headlines indicating cyber attacks or cybersecurity. Today, however, I would like to take a little bit of a different approach in looking at the current situation, which is the attacker's perspective. In three years' time, as we see Olympics and Paralympics approaching, I would also like to shed some light on what sort of policies must be put in place in this country. まあこのようにしてですね、東京五輪に向けていろいろな動きがあるということを皆様に理解していただいた上で、では最後に、サイバーセキュリティというのは決してひと事ではないと、私たち一人一人にとっても重要な問題であり、そのアクションを起こしていかなければいけないということについても、最後にご説明したいと思います。Thus, I would like to outline the recent developments around サイバーセキュリティ running up to 2020. 今日はあの 50, 50分ほどお時間をいただいてあの、ご説明をさせていただきますが、最後に30分ほどあの質疑応答の時間を取らせていただきますので、あのぜひそのご遠慮なくいろいろとご質問していただければと思います。I would like to spend about And that will be followed by a ではまずあの攻撃サイドから見た最新動向についてお話ししたいと思います。それでですねあの、これは非常に面白いあのリサーチだと思うんですけれども、2年ほど前に弊社パラアルトネットワークスと、 アメリカのリサーチ会社でありますポネモンインスティテュートが共同で行いましたそのアメリカ、イギリス、ドイツの300人のまあいわゆる脅威の専門家、まあサイバー攻撃者たちですね、に対してあのインタビューを行いました。Two years ago, Palo Alto Networks in the US teamed up with Ponymon Institute in the US, a research company, to survey 300 サイバーセキュリティエクスこのリサーチの目的なんですけれども、攻撃者がどういったそのモチベーションを持って攻撃をしてきてくるのか、またどういった手口を使ってくるのか、またどういう考え方のもとにいろんな攻撃を仕掛けてくるのかを理解することによって、それを逆手にとってです、ね、私たちの防御力を高めていくためです。 The purpose of this research was to understand the motivation of those attackers, as well as modus operandi, as well as concepts behind their attacks. Because uh, by understanding them, we would better uh, we will uh, put ourselves in a better position of protecting ourselves. And if you take a look at the slide over here. でこの数字をご覧になって皆様どうお考えになられますでしょうか。What do you think of these numbers? でここ最近ですね、もう世界中でランサムウェアが非常に話題になっています。でこれを見てもお分かりいただけると思うんですけれども、実は70%近くの攻撃者たちはお金、経済的な利益がモチベーションとなってサイバー攻撃を仕掛けてきてるんですね。Recently ランサムウェアがメインヘッドライン t 取り上げて、同じくです、ね、あの72%の攻撃者たちは、実は特に理由をなく標的の企業をあの選んで攻撃を仕掛けてきています。 ただですね、よくよく調べてみますと、その70%近くの攻撃者たちというのは、お手軽に侵入できる、その彼らの,その悪い目的を達成するために、簡単に攻撃を仕掛けられてくるところを狙って、

アタッは人間ののです。調べてみたところ、まあ、非常に面白い数字が出てきまして、実はサイバー攻撃者たちは侵入までに40時間以上経つことが分かった時点で、69%の攻撃者はそこで諦めます。 皆さんあの、お仕事柄、さまざまなサイバーセキュリティの専門家の方々ですとか、あるいは、まあ、イベントに行かれてお話をあの聞いていらっしゃると、 その同業他社よりもですね、ちょっとだけサイバーセキュリティの防御力を高めてください。こういったお話をよく聞かれると思います。As you attend サイバーセキュリティ events or as you talk to サイバーセキュリティ experts, you hear such things as you should be a little bit better at サイバーセキュリティ than your competitors. で、その考えの背景にあるというのは、 実はこ,この数字に表れていますように、やはり攻撃者も人間なので、より優しい標的を探して攻撃を仕掛けてきますから、ちょっとでもそこでセキュリティを高めてやることによって、相手を諦めさせる、そこで私たちの防御力を高めることができるというわけです。As being human beings, those attackers, they tend to aim at、uh, easy to target or easy to、uh, compromise. ただ、ですね、まあ、残念ながら、まあ、攻撃者にとって非常に日進月報で優位な状況は作られてきていると思います。

On TV programs, newspapers, or magazines, you see many types of cyber attacks being reported. What it means is that the available viruses, malware, or exploits are increasing for the part of the attackers. あとですね、サイバー攻撃者たちは別にそのマニュアルで全部攻撃をやる必要は今時ないんですね。もう自動化されたツールというのも出回っていますので、それでまあお手軽に攻撃することもできます。There are even automated tools out there for those attackers so that they do not really have to do things manually in order to compromise your data.So it's becoming easier for the attackers to launch attacks. あと、皆さん、あのどなたもですね、パソコン、スマートフォン、お使いのことと思います。で、この数年前と、その値段と性能を比べてみてください。もう、格段に値段も安くなっていますし、性能も良くなっていますよね。で、これを使えるのは、何も私たちいい人だけではありません。悪いサイバー攻撃者にとっても使える存在となっています。Look at your PCs and smartphones and think of what you had a couple of years ago. In terms of prices, they have come down quite considerably. In terms of performance, they have come up quite considerably. It's not only the good guys like ourselves who can access such technologies, those bad guys, cyber attackers, also can. Thus, the attacker's malicious intent can easily be fulfilled. しかも最近ですね特に五輪に向けて日本国内では官民の横の連携それから同業他社間の連携それから同じ組織内でもその連携を強めて情報共有をしてくださいとよく聞かれると思いますただ実際ですねいろいろと障壁ですとか社内のコミュニケーションの問題もありまして横の連携は進んでいないのが現状だと思います。 Recently as the Olympics approach the government have called on to the private sector to work with the public sector and also called on the private sector companies to share information and intelligence and enhance intra organizational uh, information sharing as well however at this point in time uh, because of various barriers and lack of communication inside organizations we have not seen too much of cross functional communication ただです、ね、その目を転じて、攻撃者側の方を見てみると、実は彼らは非常に緩やかなロコの連携ができています。 そのサイバー攻撃、サイバーセキュリティとまあ一言で言いましまあ非常にあの多岐なにわたるそのエクス r ティーズスキルが必要となります。サイバーセキュリティとサイバー attacks require very diverse expertise。ただ、それらすべてに精通している人というのは誰もいないんですね。だからこそ、チームワークが非常に大事になります。

いいやいや私は作れないけれども研修だけはうまくできるのでそれはやりますとただそういったそのリソースにしても研修をやるにしてもやはりそれをマーケットしてくれるあのそれを広告してくれる人がいないとそれの存在って誰にもわからないじゃないですか。それれでででいいいやいや私はは何ももきないけれどもあのグラフィック能力ああるのでちゃんという人もいますしそこでうまく連携が取れているんですね。 As I mentioned earlier, the attackers have a loosely coupled network of uh, quite functional communication. And as we look at the underground market of those attackers, we find such collaboration among different players. For example, I'm an attacker, I may not have enough resources. Then there will be someone else who has resources without an ability to launch attacks. But then there will be another person who can provide. Training without having resources or a capability of attack. But even if you have such capability of providing trainings or resources, you cannot market yourself unless you find someone who advertises for you. So there is very conveniently someone also uh, with a graphic uh, abilities who can market such capabilities in the underground market. やはり人間得意不得意というものがありますのであのお互いに横の連携を強めることによって、まあ、エコシステムを作っていかなければいけないんですけれども残念ながら守る側に比べると攻撃をする側の方がうまくエコシステムができています。Everyone has weaknesses and strength. And それではですね、あのまあこうしたように、サイバー攻撃者のそのがどういったことを考えて攻撃をしてきているのかを理解した上で、じゃあ、日本が今、まあ、五輪に向けてどういった施策を作ってきているのか、それまでにその今まで大きな4つのターニングポイントがあったと思いますので、それについてご説明します。 so we have looked at <coughs> the motivations of the attackers, what their thinkings were. now, how about the japanese cyber security policies? how have they been developed? there have been four game changers in the past. four points 誰もがサイバーセキュリティあるいはそのサイバー攻撃という言葉を日常的に聞くようになった一つのイベントがありました。それがですね、2011年の9月に報道されました、防衛企業に対するサイバースパイ活動です。4ゲームチェンジャー、4 turning points are summarized on this slide. The very first incident that has triggered the terms "cybersecurity" and cyber attacks to uh, be disseminated in this society happened in September 2011, when espionage against defense contractor uh, was unveiled. いや、そりゃそうでしょうと。まあ、防衛産業なんだから、秘密たくさん持っていそうだし、まあ、当然狙われますよねと。でも私は別に防衛産業でもないし、政府でもないので、私は安全ですという考え方の方がどちらかというと多かったと思います。So we began hearing lots of words about cybersecurity and cyber attacks.But what did general consumers think at that time?All right, they are defense contractors they must have had confidential information. そういったその安易な気持ちをかわえざるを得なくなった事件というのが2013年3月の韓国のテレビ局とそれからまあ銀行に対するまあ大規模なサイバー攻撃でした。 And banks came under massive でこれで初めてですね、サイバー攻撃によって私たちの日常生活に支障が起こりうる。必ずしも政府でなくても防衛産業でなくてもサイバー攻撃のターゲットにもなりうるし、 もしかすると明日 ATM が使えなくなるような事態になってしまうということが必死と日本人に伝わったんです That was the first time when Japanese consumers came to realize how important the matter would be Without being the government, without being the defense contractors General public can become the target of cyber attacks And we f a i l e d

this incident certainly raised awareness amongst the general public in japan in terms of the awareness as well as concerns and then in six months in september that year it was announced that tokyo would host the olympics in 2020 the and 物理的なセキュリティというのも不可欠ですけれども、やはりその今の時代、サイバー空間におけるセキュリティも必要不可欠であるということで、まあ、日本の官、民、学、それぞれがサイバーセキュリティに対する意識をかなり強める結果となりました。In order to Ensure the success of the Olympics and Paralympics in 2020. The physical security against terrorism would be necessary, but at the same time, cybersecurity would be the paramount of the importance in order to ensure the success. Thus, uh, that's, that, was, uh, that really triggered the emphasis on the part of the government, the private industry, as well as the academia in terms of the importance of cybersecurity. でこの東京五輪が決定がなされた2013年の9月から1年半後にです、ね、大規模な個人情報の流出事案というものがありましてこれを契機にやはりその日本のサイバーセキュリティも今まで頑張ってきたけれどもまだまだだからもっと頑張らなければいけないという意識が高まったと思います。So that was in September 2013 that announcement was made and 18 months later in 2015 there was a massive leaks of personal information the data uh, uh, compromise which really uh, caught attention of those who were involved in cybersecurity we have been doing a lot of things in cybersecurity but it seems that there is much more that we have to do so that was the awareness that was raised that time でこういったそのいくつものターニングポイントを経まして、日本でも五輪に向けていくつかの施策ができてきました。アフター、トゥーニングポイント、インジャパン、サムトポリシーズ、ヘブディベロップ、インディアリアフサイバーセキュリティ。ここでですね、まあ、皆さん、今日せっかくお越しいただきましたので、いくつかこれだけを覚えておいていただきたい政策についてご説明したいと思います。I would like to touch upon the highlights of those、uh, policies which Probably would benefit you as well. After uh, it was decided that Tokyo would host the uh, 2020 Olympics in 2013, basic act for cyber security was enacted. で実はそれまでですね、あの日本でサイバーセキュリティ、情報セキュリティの政策作りを担っている NISC、現在、内閣サイバーセキュリティセンターと呼ばれていますけれども、ここには実は法的権限がなかったんです。Before that,NISC、uh,、National Center of Incident Readiness and Strategy for Cyber Security, did not have authority, although it was responsible for information and cyber security. この基本法ができたことによって、初めて NISC に権限が与えられまして、NISC が他の省庁ですとか、あるいはその企業との,その協力がしやすくなりました。This law, for, for the first time, allowed the NISC to have the legal authorities, so that it can now work with other ministries as well as private sector companies. で今回できたその基本法に基づきまして NISC がサイバーセキュリティ戦略を作ったんですけれどもそこでですねいくつか画期的なことが盛り込まれました Based on the basic act, 過去の情報セキュリティ戦略を見てみますと サイバー攻撃が増えてきているし、非常に洗練されてきているので、それに対する危機感というのは強調されていました。Before that time,、uh, as the cyber security was discussed, the further sophistication of cyber attacks and advancement of such technologies have raised lots of sense of urgency. ただ、その過去の情報セキュリティ戦略の中では、サイバー空間の長所であるイノベーションの源であり、経済発展のそののそ後押しとなるものであるということは指摘されていませんでした。それが初めて短所と長所がサイバーセキュリティ戦略の中で盛り込まれました。In the past strategy,、uh, こうしためのババランスの取れたその資産に立った上で、ニスクはです、ね、サイバーセキュリティはコストではなく投資の機会であると経済、経済成長をもたらしていくため、 日本の価値を守っていくために必要な投資であるということを強調しましたしでこれで初めてシーソーチーフインフォーメーションセキュリティオフィサーの設置を企業に求めました。 Based on that very well balanced perspective, NISC, for the very first time, emphasized the importance of looking at cybersecurity as investment, not as cost, because cybersecurity can drive economic growth of this country and protect the value of this country. NISC also encouraged companies to establish the title of CISO, Chief Information Security Officers. でこれに基づきまして2015年の12月にできましたのが経済産業省と IPA の出したあのサイバーセキュリティ経営ガイドラインになりますでこの中でまああの2つの省庁は経営層がリーダーシップを取ってサイバーセキュリティはコストセンターではなく投資の機会であるということをそのプッシュしていってほしいということを訴えました Based on this strategy METI and IPA <laughs> In 2015 came up with the cyber security guidelines for business leadership calling upon the business leaders to look at cyber security as investment opportunities rather than the cost centers. で先ほどご紹介に預かりました時にあのセキュリティ戦略、基本戦略のお話が出ましたがこの中でですね、そのサイバーセキュリティについても言及がなされておりましてでその中で強調されているのが重要インフラー At the outset, as I was introduced, there was a mention of the basic strategy for a stra uh, security, uh, which also includes cyber security portions. The most important two points are listed on this slide critical infrastructure protection and cyber threat intelligence sharing. でこういったそのインフラの防御ですとか情報共有を行っていくためにはそれをその支えるための人材が必要でして人材育成についても日本政府は今力を入れていますで。人材育成と情報共有につきましては後ほど詳しくご説明させていただきます。 Both critical infrastructure protection and cyber threat intelligence sharing requires development of human resources. And thus, the current uh, government policies include development such uh, development of such talent. And I would like to come back and talk about that together with the intelligence sharing later. This year in 2017, NISC plans to release three-pronged strategy. Two of them have already been announced. The first one was about critical infrastructure, the second one about human resources development. で両方ともですね、あのまあ、非常にまあ画期的だと思うんですけれども、経営層に対してサイバーセキュリティは経営戦略の一部としてちゃんと取り組んでほしいあの、ちゃんとリーダーシップをとって投資をしていくようにというもあの文言があります。And both of them are quite innovative in calling upon the business leaders to look at these matters as a part of their business strategies and an area that would be worth making investment in. で最後の一つであります、サイバーセキュリティ研究開発戦略につきましては、今年の後半出てくる予定だと思うんですけれども、これは IoT ですとか AI ですとか、新しい技術に関するところです。There will be another strategy to be announced by NISC later this year, which is on the cyber security RD strategy, very likely to contain IoT, AI, and other new technology areas. ただその、きあのこれだけですね、さまざ、あ、まな戦略、あるいはガイドラインの中で、日本政府が経営層に対してもっと意識を高めてほしい、投資をしてほしいというのには理由があります。There are reasons why the governments are calling on the business leaders to be more aware of the situations and make investments,、uh, utilizing different types of strategies and guidelines that have been announced. 残念ながらですね、まあ、こちらの表をご覧いただければお分かりかと思うんですけれどもグローバル企業と比べて日本企業というのはあまりにも経営層がサイバーセキュリティに対する意,あの意識関心というのが低いという危機感が日本政府にはあります。 このスライドはこれだけ毎日のようにです、ねまあ、サイバー攻撃についても報じられている中、そして2020年東京五輪まで3年しか残っていない今、やはりその今までの伝統的なボトムアップ方式ではもう間に合いません。

ただ、approach of decision making in this regard. 今までのようにです、ね、サイバーセキュリティ IT はよくわからないから現場に任せておけばいい、そういったその人ごと事のアプローチではもう間に合いません。皆さん今その、今、まあ、報道されるにしても大使館でお仕事をされるにしても、IT なくしてお仕事が1日でも成り立つことはないと思います。 つまりです、ね、IT というのは皆さんにとって必要不可欠なインフラですし皆さんの,の価値をその高めていくためにも必要不可欠なツールですからそういったその皆さんの価値それからお客様との関係性を守っていくためにはサイバーセキュリティーは必要不可欠なその投資の対象なんですね。 Well, in the past, the Japanese business leaders might say, I don't understand cybersecurity. I don't understand it. That is something that my it department can take care of. Well that kind of an approach of not being well non-committent type of an ownership for those matters would not work any longer. As you work in the media or at embassies, uh, not a day would pass without you using some part of IT. So IT has become an important infrastructure already, something that would enhance your value. It is a tool that is essential in building relationship with your clients and your customers サイバーセキュリティこうしたわけで、だからこそ,そ、サイバーセキュリティ経営ガイドラインの中では、その経営層が認識す,認識すべきあと三原則が盛り込まれておりまして、その最初に掲げられているのが、サイバーセキュリティに対してリーダーシップを取ってちゃんと投資をしてくださいが盛り込まれています。 that is the reason why the cybersecurity guidelines for business leadership call for three principles to be implemented in corporations. and the first one being the leadership in cybersecurity to make investment decisions. 子会社ですとか、あるいはそのビジネスパートナーともちゃんとそのサイバーセキュリティを守っていくためには、コミュニケーションを取り合って、ステークホルダーともそのサイバーセキュリティの対策をまあリンケージさせていく必要があるということも盛り込まれています。The guidelines also call for the communication with necessary stakeholders, linking not only in house organizations, but also external business partners as well as the subsidiaries. でこれからですね、日本政府があの何にフォーカスをしているのか、2つについてお話ししたいと思います。まず最初にフォーカスをしているのは、サイバー脅威情報の共有になります。The first one is sharing of the cyber threat intelligence. でこれだけです、ねまあ、毎日のようにそのサイバー攻撃についても報じられている中、まあ、日本政府としてもぜひ、まあ、サイバーセキュリティの,あのに関するベストプラクティスですとかあるいはその攻撃に関するマルウェアですとか例えばそのメールにたあの添付されている、まあ、悪意のあるものについての情報を、まあ、同業他社にも共有してもら,いともらいたいと思っているんですけれども。 ただ残念ながら日本企業はグローバル企業に比べると情報共有に後ろ向きという調査結果が出ていますアスサイバースレット becomes rampant in this country the Japanese government certainly would like the Japanese corporations to share best practice、uh, the information about malware malicious email attachments and so forth however、uh, Japanese companies tend to be

The slide shows the result of a research conducted by PWC to the question whether uh, you share cyber intelligence with other companies. 30.4% of the Japanese companies responded yes, whereas 64.7% uh, of their global count counterparts responded yes. ではなぜ日本企業がここまでその情報共有に後ろ向きなのかといいますとまあ例えばその情報共有をするための枠組みがないですとかあるいはそもそもその情報共有をする相手であるまあその競合他社を信用していないのでそこに情報は渡せないといった意識があります。Why are they so reserved about sharing information with their peers?Well, they would cite such a ただそうは言いながらも、徐々にあの幸いなことにですね、日本の国内でも ISAC と呼ばれる情報共有の枠組みは出てきています。Having said so, however, and this is quite fortunate that we are seeing the development of the information sharing frameworks called ISACs. まあいくつか重要インフラのセクターの中でアイザックはできておりまして、例えば i c t アイザックもありますし、それからアメリカのファイナンシャルサービスイザック f s アイザック,クとも協力をして、日本でも金融アイザックができました。Those ISACs are gradually being established in different and critical infrastructure sectors, such asICT, now hasICTISAC. また私たちが生きていくためにも、安全保障上でも、それからまあ皆様の,そのビジネス活動を行っていく上でもでも、電力は必要不可欠ですけれども、そういったその電力に関するまあ攻撃情報を共有するために、アメリカのアイザックとヨーロッパのアイザックとも協力をしまして、電力アイザックが今年日本でもできました。 for our security and for our businesses, electric power is something indispensable. thus, uh, this year, electricity isaac was established with the cooperation with american and european isaacs in those sectors. <laughs> があの始まる予定になっていますけれどもそういったその自動走行の車に対するまセキュリティ情報を共有するためにあの車の業界でも情報共有が始まる予定となっています There will be information sharing within the automotive sector as well as we probably will see the automated or unmanned driving cars in the year 2020 またです、ね、2020年の東京五輪の時には、様々な交通機関が必要不可欠となりますし、またまたくさんの観光客の方がいらっしゃると思いますので、そういった方を支えるためにも、交通業界というのもあの盛り上がってくると思うんですけれども、その交通業界に関しましても、今後アイザックが、まおそらく来年あたりできるので、はないかと言われています。Years, 2020 tourists in this country and there will be various uh, modes of transportation means and thus next year we expect to see the transportation Isaac to be established now let me turn to the second uh, focus of the japanese government which is education and training 在籍企業が、あの、非常に、あの、異なっています。H. R. and talent allocation、uh, looks very different in Japanese companies, vis-à-vis vis the American companies. この調査結果は必ずしもそのサイバーセキュリティの人材だけではなくって IT 全般の人材の話になるんですけれども日本の場合はですね基本的に IT に関連する業務はシステムインテグレーターですとかあるいはそのベンダーにアウトソーシングする傾向が非常に強いです。 The survey indicated on this slide does not necessarily mean cybersecurity cyber experts only, but IT engineers in general. And as you can see in Japan, uh, IT uh, tasks uh, t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 end to be outsourced to uh, systems integrators as well as IT vendors. でもちろんアメリカにもシステムインテグレー,インテグレーターですとか、あるいはその IT セキュリティのベンダーというのも存在しますし、そのアウトソーシングもしているんですけれども、ただアメリカの方がですね、自社内にもサイバーセキュリティの人材プロフェッショナルを置いて、自社内でもそのセキュリティ対策をやっていく傾向が強いです。Such アウトソーシングはイニテッステイツであれセキュリティベンダーとです。 Uh, as a trend, uh, it seems more of the US corporations have in house professionals, in house resources for security. Jinzai, Cyber Security to In Japan, the shortages of information security professionals uh, appear to be quite serious. やはりその今後ですね、ああサイバーセキュリティ経営ガイドラインに基づいて、それぞれのエンドユーザー企業においても、サイバーセキュリティは他人事ではなく、自分に関わる経営戦略の一部として行っていくためには、やはり自社内に自分のことがよく分かっているセキュリティの専門家がいないと困ります。However, going forward, in order to uh, fulfill uh, the guidelines, cyber security guidelines for business leaders, uh, it is important for those end users to have their own capabilities of in-house uh, professionals in cyber security because the cyber security is now something that they have to own as a part of their important business strategies. しかもですね、先ほどあの情報共有の必要性についてお話ししたんですけれども、そもそも情報共有を他の会社と行うためには、どの情報をどの会社の誰に開示をすればいいのか、判断する人材がエンドユーザー企業にいないとそもそも話にならないんですね。And also, as I mentioned, the sharing of the information and intelligence will become important going forward, but then if you actually try to do that, ただ残念ながら、去年2016年の,現あの時点で、あの日本では13万人情報セキュリティ人材が不足されていると言われています。 このまま何もしないでいけば、その数はどんどん膨らむばかりでして、2020年、東京五輪がまさに開催される年には、19万人以上に膨れ上がると予想されています。If we do nothing about it, in 2020, the year of the Olympics, we will be 190,000 short. というわけで、官民学それぞれで取り組みが始まっています。日本政府の中では、総務省と経済産業省が温度を取ってやっています。 Within the Japanese government, the Ministry of Internal Affairs and Communications, or MIC, as well as METI, are responsible in developing such risk human resources. Both the Ministry of established cyber centers in order to develop our talent in the field. 重要インフラをかあの監督している監督官庁ということもありまして、重要インフラのセキュリティを守る人材の育成にフォーカスを当てています。The Meti is,、uh, is responsible for the critical infrastructure, thus its emphasis is on developing a talent who can defend the critical infrastructure in this country. で研修の対象となりますのはあの経営層ですとかエグゼクティブ。 も入っていますし、またそれとは別に、ですねあのミッドキャリアの方々に対しても、サイバーセキュリティの教育を行っていく予定です。そしてあの教える側なんですけれども、もちろんあの日本人もあの先生となって教える予定ですが、やはりその今ですね、 IoT と言われていますけれども全てがまあいろんなところにつながっている時代ですので日本国内だけにその先生を閉じてしまうのではなくて例えばアメリカですとかイスラエルとも協力をした上で、あで演習ですとか研修を行っていく予定と聞いています。 I understand that such trainings as well as hands on exercises will be led by not only uh, Japanese uh, instructors, but also international instructors from the United States or Israel, for example, because now the cybersecurity in the future involves a lot of IoT, the world where everything is connected. あのナショナルサイバートレーニングセンターを今年作りまして、でそこでは演習と研修、両方をやっていく予定です exercises will be conducted. で演習は2種類ございまして、地方公共団体と重要インフラ事業者向けにあの、サイダーという演習をやっています。 There are two types of exercises. The サイダーと書くとです、ね、これサイバーの間違いじゃないですかってよく言われるんですがこれは別にミススペルではなくってあのサイバーディフェンス、uh、エクササイズウィズレはディフェンスエクササイズウィズレカレンスの略です。サイダー is not a misspelled ズウィズレです。サイーバースでサイバーディフェンスエクサイズレカレンスの略です。サイダー It stands for Cyber Defense Exercise with Recurrences. So CIDER is correct. De MIC has done some exercises uh, provided to the local governments, but mostly limited to um, the uh, large city local municipalities or local governments. ただ首都圏だけに限定してしまいますと忙しい地方の方々はなかなか参加ができないその知識に触れられないといった問題がありましたので今年は47都道府県すべてでやる予定になっています。 But when such exercises are uh, conducted only uh, within the range of the uh, within the range of metropolitan Tokyo, uh, those local uh, government officials would not be able to attend such exercises. Thus, this year they have a plan of having such trainings in all 47 prefectures. three years, held. and のあのサイバーセキュリティの担当者、システム担当者を対象としたサイバーコロをオ演習も行われる予定です。Since、uh, the 2020 Olympics is only three years away, the Olympic Committee members as well as cyber security、uh, personnel of sponsor、uh, companies will also、uh, come under the cyber colosseum type of exercises. あとこちらの人材育成の特徴といたしましては、25歳以下の若手に限定されていることですこれからの,その日本で、サイバーセキュリティの技術を研究開発していけるその若手の人材を育成していくための研修が行われています。 So these trainings are aiming at training those young engineers who can be involved in the future RD in the cyber security space. あと、民間企業のほでも取り組みは始まっています。2年前になりますが、NTT 日立 NEC が主導しまして、 産業温暖サイバーセキュリティ人材育成検討会というものができました。Committee for cybersecurity human resources development. でこれは日本を代表,とす代表する大手の48社が現在メンバーとなっていまして、でこれで画期的なのはその IT 企業ですとかシステムインテグレーター企業ではなくて、 あのシスそのエンドユーザー企業がその温度をとってそれぞれの,その人材育成を行っていこうとしていることです。Interesting about this committee is that now it comprises 48 members not only from the IT and systems integration world, but mostly from the end user corporations,、uh, which are taking leadership in developing human resources. でそうした企業の中には、まあ、もちろん IT 企業もありますけれども、金融ですとかマスコミですとか、あるいはその交通、製造、エネルギーといった多岐にわたっています。これはその産業界がその政府からのインストラクションを待ち続けるのではなくて、 民間企業自らがその連携をして主導することによってその優れた人材をその例えば教育機関でまあ育成してもらうでその育成してもらった人材を企業側で雇い入れるそしてその優れた人材が優れた人材で居続けるためにまあリテンションの問題もありますしそれから研修の問題もありますのでそれを官民学それぞれで連携していくエコシステムを作っていこうとしています。 So rather than waiting for the instructions coming from the governments, those uh, private sector companies have decided to take leadership in linking themselves in developing human resources, hiring them, training them and retaining them by means of uh, creating an ecosystem which connects both government, academia and the industry.. are a l s in。で九州大学がですね3年前にサイバーセキュリティのその倫理的な問題ですとかそもそもサイバー犯罪というのは何が含まれるのかでプライバシーとの関連性それからそうしたそのサイバーセキュリティの犯罪ですとかあるいはそのプライバシーのま侵害に対してどういった法律が取り締まっていけるのかについて、まあ、規則的なことを教えるコースを設置しました。 3 years ago the Kyushu University established a curriculum to teach students about cybersecurity in terms of ethical and legal uh, perspectives of cyber crimes as well as criminology of cybersecurity plus what sort of laws and acts would be necessary in order to counter such cyber crimes でこれは日本の4年生の総合大学としては初めてですね、去年から新入生全員がこのサイバーセキュリティの基本的なコースをあの取らなければいけないという必修科目化されました。For the very first time for a Japanese four year uh, general uh, university,、uh, Kyushu University made it mandatory for all the new、uh, students to take this Cybercrime one-on-one course. あと先ほど、産業団サイバーセキュリティ人材育成検討会のお話をしましたけれども、ここのメンバー企業が出資をしたコースがいくつかの大学にもすでに設置をされています。ここまでですね。 その2020年の東京五輪に向けた日本の取り組みについてまあ全般的なお話をしてきましたけれどもここでちょっとガラリとですね視点を変えましてサイバーセキュリティはそのひと言ではないということについてお話ししたいと思います。So ここで皆さんにお伺いしたいんですけれども、皆様それぞれご自分のサイバーセキュリティに自信はありますか cybersecurity? ーンとしてますね。<laughs> so、ダメですよ、サイバーセキュリティちゃんと五輪に向けてみんなで盛り上がりましょう。

あの政府ではないので狙われません大丈夫ですとおっしゃる方にお会いしたことがありますあとですねたまにお会いする方、まあ、皆さんはもちろんそうではないと思うんですけれどもあの会社のパソコンはもしかしたら狙われるかもしれないけれども

あるいは日々ですね。皆様がまあ情報源の方々とお話をされて、まだ表には出ていない情報。例えばまあ企業のあ動向です。とか、あるいはその r&d のもあの情報というのは非常に貴重なそのサイバー攻撃者にとっては喉から手が出るぐらい必要なアセットだということです。well this is something that I would really like you that is your relationship and the information sources that you have。 皆さん1時間前に私がお話ししたことン、アバンサム・コンパニーズ・ディヴロピン・サム・プロダクス・オー・サービス、サッチイン m ォメーション、ウォッサイバー・サイバー攻撃者も人間ですから、やはり、イージー・ターゲットを狙うんです。 サイバーアタックターゲットエイジコンプイズエンティティやはり、まあ、人間なのでわざわざそのサイバー防御が高いところを狙ってその手間暇かけてコストもかけてやるよりかは、まあ、サイバーセキュリティがちゃんとしていないところを狙った方が、まあ、お金ももかかるかもしれないし、まあ、情報も取りますよね。 Why would they go for a very high security, uh, a very high defense uh, cyber uh, targets with lots of cost and time to spend on? They would go for something easier, something easier to get profit and information. Espionage against the media and the journalists are happening as we speak. でそれ以外にもまあおき実際に起きている事例といたしましては、まあ、皆様の会社でそのオフィシャルのまあソーシャルメディアのアカウントをお持ちだと思います。それが乗っ取られて偽の情報が流されたという事案もありました。There have been an incident where the official social media account of a company was commandeered by a hacker with lots of false information put on to that social network. あと、それ以外にあるまあタイプとしましては、サイバー攻撃によってシステム障害が引き起こされることにより、報道ができなくなってしまった、そういった事案も起きています。There was also an ですので、まあ、こういった事態に皆様の会社、あるいはその皆様個人が陥らないためにどういったアクションを取ればいいのかお伝えしたいと思います。So like、you まずですね。あの皆さん、あの自分のオフィスに戻られましたら、そのご自分の会社がですね。あのどういったサイバーセキュリティのポリシーをお持ちなのか？ IT 部門に確認してみてください。やはりですね、まあ、基本はそのポリシーに書かれていることをちゃんと守ること。でしかも、そういったそのサイバーセキュリティのポリシーのガバナンスは、 グローバルで適用されている場合もあれば、そ,のそれぞれのロー,カルにローカルに任されていることもあるので、それもきちんと確認してみてください。The very basic of cybersecurity is to observe what those cybersecurity policies say. And also, the governance of the cyber, such policies can either be global or local. So, I suggest that you make sure、uh, you, you know which one is、uh, the, app applicable in your case. そしてあのそれぞれの組織によってですね、そのセキュリティのその今置かれているまああのリスクの度合いですとか、あるいはそのまあリスク全般の中でサイバー攻撃がどれくらいの地位を占めるのかというのはそれぞれ違うと思います。Depending on which organization, the level of risk in terms of security would be different, as well as the position of the cybersecurity within the overall risks. で皆さん、そのサイバーセキュリティ IT というとなんか小難しくって、まあ、技術的なことも私よくわからないから、まあ、これはもう他人事ですと私の問題ではありませんとそこで耳を塞いでしまいがちになるんですけれどもそこはですねちょっとグッと踏みとどまっていただきましてその全体のリスクマネジメントの中でサイバーセキュリティサイバー攻撃のリスクがどれくらいあるのかそのリスク分析の実施をあのぜひ提案してみてください。 ただですね、まあ、皆さん、じゃあこれからあのサイバーセキュリティ対策取ってくださいと言われてもお困りだと思いますので、あの今日から簡単に取れるベストプラクティスをお伝えします。 まずですね、あのタイムリーなパッチ対策はもうきちんと取るようにしてください。Include, one, まあ皆さん、パソコンを使われていてもです、ね、あとまあスマートフォンをお使いになられていても、その更新しますかというあの表示が時々出てくると思います。 You receive on your PC or on your smartphone the、uh, update information. Now update is ready type of a message. これはですね、その製造側の方でちゃんとその脆弱なところに対してきちんとパッチを当ててセキュリティを高めようとしてくれているので、いやちょっと今大事な作業をしているので、こんなことやってられないから、じゃやめといこうって言って、で忘れてしまいますと、結局皆様の,その大事な情報。

To prevent the vulnerabilities of your devices to be exploited, therefore, even if you may be busy doing something when that update message comes in, do not just let it go and forget about it because you may be compromising your very important contact information. I you are going to be 使ってしまいますと、簡単にハッカーに推測されて入られてしまうので、それはやめましょうただ、ですねまあ皆さんそうは言われても、強いパスワードどうやって作れば分からないよと。 でしかもいろんなあのデバイス使ってるからそれぞれ全部覚えてるなんか無理だし面倒、まあ、くさいからポストイットに書いてペチっと貼っとけばいいかなと思われてる方もいらっしゃるんですけれども、まあ、それがです、ね、テレビ画面に映ってしまってそれが元でパスワードがハッキングされてあの障害ができてあの起こってしまったところもありますのでそれもやめましょう。 Well, if you want to implement a strong password, you have to have different passwords for different devices. Well, it's so complicated and difficult to remember all of this. I should probably write it down on post-it and place it over here. Don't do that. There was an incident where that was broadcast on TV, resulting in the hacking to compromise the system.

ガヴァナンスは言うていますが、皆さん、あのよく、まあ、IT 部門の方からですねあの大文字と小文字、あとあの記号と数字を入れてくれと言われると思うんですけどなかなか皆さんそれめ面倒くさいですよね。And department probably the IT department of your firms your of would でもそれも簡単に今日からできるようになります。例えばガバナンスなんですけれども最初あの、2文字目が O ですよね。で、これをゼロに置き換えてみてください。Well this governance、uh, The second、uh, letter this is O you replace that with zero。で、この中で、あの、E が二つ、二回出てきますけれども。この E もですね、あの、アルファベットの E を使うのではなくて、数字の三を使ってみてください。and there are two E's。you replace them with three。あと、ガバナンスの中に、アルファベットの A. が出てきますけれども、これを。あの、アットマークに置き換えてみてください。and A. in governance。 こうすることによってあのちょっと複雑なパスワードができますししかも簡単に覚えることができますあと、まあ、最近話題の,あのランサムウェアですけれども万が一皆様の大事な情報が入っているパソコンがランサムウェアにのっよって乗っ取られてしまった場合でも その情報が他のオフラインのところにきちんとバックアップを取っていれば心配しなくても済むことができます。Now, the ただ会社のポリシーによってはですね、今時その USB ですとか外付けのハードドライブは付けられないというところもあると思いますので、そこは会社の方とも相談をしてみてください。But then some companies do have security policies which prohibit you from connecting your PC with USB sticks or external hardware drives. Well, in that case, talk to your IT and security departments. あの今日は皆様に五輪に向けた日本の取り組みからまあサイバーセキュリティは決して一言事ではなくって今日から簡単にサイバーセキュリティあの対策を高めていくことができるというところまでいろいろとお話をしてきました。といさい。あのぜひですね <laughs>、皆さんあの今日から一緒にアクションを取って五輪に向けて日本のサイバーセキュリティを高めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 today I have covered an extensive grounds of what's happening in Japan's cybersecurity strategy preparing for Tokyo 2020 as well as the actions that you can start taking today. Well, I really hope that it will help you enhance your security posture. Hey <clears> 質問は外国プレスの方からお受けをします質問のある方は挙手していただき指名されましたらハンドマイクを使ってお名前とご所属を述べてから質問をお願いいたします Thank you very much, Ms. Matsuara Now, I would like to open the floor for questions Starting with the foreign media representatives If you have a question, please make sure you use a microphone And identify yourself as your affiliations Before you ask the question 質問のある方いらっしゃいますか。もうサイバーセキュリティすべて皆さんもエキパートになったということでよろしいでしょうか。外国プレスの方あいらっしゃらないようでしたら、あそれ以外の皆様からもお受けしたいと思います。If not, else? どうぞ前の方。 Yes, hello. Thank you very much. Arnold from the Austin Embassy. Uh, I was just wondering about uh, two things. Um, first, you mentioned that, of course, Japan now is also uh, asking their uh, companies to invest more in cybersecurity. That, of course, means human resources but also hardware and software. Is there, to your knowledge, any, like, kind of direct subsidy, dedicated tax break or anything like that for enhancing cybersecurity? 二つ質問があるんですけれども、日本の政府が今現在。企業に対し、サイバーセキュリティの方面での投資を増やすようにと。人材を開発するのもそうでしょうし、ハードウェア、ソフトウェアに対するものもあるかと思いますけれども。そのための何らかの助成金のようなものはあるのでしょうか。あ、ご質問ありがとうございます。thank you for your question。あの今年の報道によりますと。その税制改革を行う一環の中で、そこでそのインセンティブをつることについても。 まあ議論は行われているというの報道は見たことがあります。I have seen news reports that the d is c undergoing s s i o is u n in the framework of a tax reform of adding some incentives in that area.And that would be dedicated for cyber security investments? それはサイバーセキュリティ投資というふうにみなされることになるんでしょうか I'm not in the position. I'm sorry to know the details of it. It's only the press report that I have seen. Okay, thank you very much. The other question, totally different. Um, last year, uh, I talked to uh, Miss Yoshida from British Telecom, the uh, Japan CEO, who is, uh, of course, cons consulting the Japan Japanese side for the Olympics preparations, and she said that. Um, Japan and the Olympics in Tokyo is gonna to be a particularly interesting target for the cyber criminals because of Japan's, you know, image as a very high tech country, great country of technology and so on. So there seem to be a lot of like underground uh, cyber attacks being planned for the Olympics. Do mm -hmm. you uh, could you comment on that? 2つ目は全く違うお話なんですが、昨年、ブリティッシュ・テレコムで日本代表を務めてらっしゃる吉田さんのお話を伺ったことがあります。日本においてオリンピックの準備が進む中、実はサイバー犯罪者にとっては、日本は特に面白いターゲットになりつつあるというお話でした。日本はハイテクでも知られている国です、そこで地下では今、いろいろな攻撃が計画されているというようなお話だったんですが、それに関して何かコメントをいただけますか。 五輪というのは、まあ、東京五輪・パラリンピックに限らずさまざまなサイバーセキュリティのリスクにさらされると思います。さんんオリンピックパラリンンピピッッククパラとととといいいううう、まあ、スポーーツの祭典というイメージが強いと思うんですけれどもただ これというのはその国々、まあ、主催国の能力を示し、そのイノベーションの成果を世界に知らしめるための、まあ、一つの大きな祭典でもあるわけですよね。オリンピックとパラリンピックはスポーツフェスティバルやアスリートフェスティバルです。しかし、その時点で、国内イノベーションをシェアすることができることができることができるこ まあそういったそのイノベーションに関するまあ知的財産に関するまあスパイかサイバースパイ活動というのはまあ今までもサイバースパイ活動というのは行われてきましたし今この瞬間も行われているでしょうしおそらく3年後も続くものともあります。The cyber espionage over the IP related to those innovations have been done, is being done, and will be being done in three years' time as well. あとまあ企業の知的財産だけではなくてまあ政府が持っているような安全保障ですとか外交に対するまあスパイ活動というのもまあ続くものと思います。Now only the corporate IPs, but also s e c u r i t i e s and foreign affairs related information of the government also come under the constant cyber espionage a t t a c k s あと あの今までまああのよくあった、先ほどご質問のあったそのサイバー犯罪というところに的を絞りますと、よくあの五輪の時にあるのは、の偽のチケットを売るまあ偽のウェブサイトを作ることによって、ああお金を儲けようとするのもありますので、おそらくまあ今度の2020年にもあるのではないかと思います。 Large uh, sport sporting events happens, or Olympics happens, there will also always be a fake uh, websites selling fake uh, Olympic uh, event tickets and so forth. So that is something we also expect to see. あと他にあり得るのがですねやはりこれだけその世界的にもまあ国内的にも関心を集める大きなイベントですのでやはりそこで,ですねその政治的イデオロギー的なメッセージを発信したいという人もあの出てきますからあのそこでそのハクティビストと呼ばれる人たちが例えばそのウェブサイトをハッキングすることによって政治的なメッセージを出したりですとかあるいは DDoS 攻撃によってウェブサイトをテイクダウンするようなこともあると思います。 And there will also be a possibility of those hacktivists uh, uh, to become active in order to send out their ideological messages by defacing websites or attacking, uh, launching DDoS attacks on the website to take them, take it down. this is will be a crime or not. For example, the に対して攻撃が行われてでそれによって例えばまあ電気が使えなくなったりとか水が出なくなったりするとかそういったことも考えられます and although I'm not too sure whether they will fall under the category of cyber crime there may,、uh, oh, crime, uh, there may be some attacks on the critical infrastructure、uh, rendering the power and water utilities、uh, to be unusable えー、他に質問のある方。あの、経済同友会の奥と申します。あの、日本企業、あるいは官庁がですね。ややこの分野に弱いとしたら、あの、一つ思いつくのはですね。やっぱり、その。英語に長けてる人が。相当増えてはいますけれども、まあ、英米英語ではないわけであって。 そうするとこのサイバーアタックというのはあの、まあ、IT 全体もそうですけども圧倒的に英語の世界ですから新しいサイバーアタックが出てるとかそういう情報がやっぱりこう把握するのがどうしても遅くなるっていうのが、ね、あるような気がするんですね、えー、そういうことがあるかどうかでもう一つは、まあ、そうだとしたらですねやはりその、まあ、外資系の会社パラワルトさんもそうかもしれませんが外資系の会社ともっとしっかり組んでやっていった方がやっぱり手っ取り早いということが言えるかどうか。 there has been a mention of japanese corporations as well as japanese ministries being rather weak in security posture, but isn't there some influence uh, from the lack of uh, english or communication capabilities? because latest information about cyber attacks or it usually come in in english. Uh, thus, there may be some time lag in understanding uh, such new uh, pieces of information on the part of Japanese players. Is it true that there is such a time lag? And if so, uh, probably the quickest uh, remedy would be to partner with foreign or affiliated or global companies like Palo Alto. Isn't that true? Thank you for your question, first of all. そうですねあの語学の壁というのは、サイバーセキュリティの世界には限らないかもしれないんですけれども、サイバーセキュリティの中でも非常に大きな障壁になっていると思います。それはなぜかといいますと。 サイバーセキュリティに対する脅威、まあ、先ほどからその情報共有の必要性脅威インテリジェンスの話をしてるんですけれどもそういった情報を扱っているところというのはやはりその圧倒的に海外の方が多いですし海外から出してくる情報というのは当然最初に出てくるのは英語になります。うん I've been talking about cybersecurity and threats and sharing such intelligence, but most of the players in those fields are overseas, outside of this country, and as they issue information, they tend to be in English. The もちろんその一部は日本語に訳されますけれども日本語に訳されるまでにはどうしても時間がかかってしまうのでそういったそのタイムラグの間にもしかしたら感染が広がってしまうかもしれないといったことを考えるとやはりその英語ですぐに情報にアクセスできた方がいいです。It is true that a part of such information is translated into Japanese, but then there is a time lag during which infection may あと別に教員インテリジェンスに限らずですね、海外のアナリストですとか、エンジニアですとか、あるいは その学生さんともお話をする機会があるんですけれども実は皆さん2020年の東京五輪でこれだけその人材が不足しているんだったらもう俺こそ私こそ是非日本でお役に立ちたいと思っている方は結構いらっしゃるんですね。 Not only limited to the threat intelligence arena, as I talk with lots of analysts, uh, students, engineers overseas, they tell me that they are willing to help Japan for 2020, especially knowing that Japan suffers from the serious shortages of talent. でそういった人材やる気のあるその日本に来てもいいからその日本をぜひその助けたいと思っている人材に日本は今文句を開け,る開けるかというとなかなかその語学の壁がネクとなってしまってその雇い入れすることができないのであれば、まあ、それは非常にもったいない話だと思うのでやはりその語学の壁をその乗り越えていくために例えばまあ通訳をつけてあげるとかそういったそのサポートというのは必要になると思います。 unfortunately however those motivated talents do not speak japanese in their cases can really can this country be really open to those people who are not able to speak uh, japanese very uh, fluently so once again this For them, for example. あとまあ2つ目のご質問でありますその外資系企業、まあ、パラオートネットワークスのような企業ともその協力を高めていった方がいいのかというご質問に対しては、あのイエスです。

Not because I work for Palo Alto Networks, but because of what I said uh, 60 minutes ago. That is, everyone has strengths and weaknesses. In order to uh, complement each other's weaknesses, we really have to work as a team. でサイバーセキュリティの問題に取り組んでいくためにはそれぞれの国企業ならではの文化ですとか言語の問題ですとかそれまでの,そのプロセスのこととか技術のこととかいろんなことが分かってなければいけないんですけれどもそれらすべてのことが分かっている人なんてこの世の中には絶対にいません。だからこそいろんな企業ですとか政府と緩やかな連携を攻撃者に負けない形で組んでいく必要があります。 cybersecurity is an area there is no such a single expert who understands different processes and different technologies encompassing differences in cultures and languages of different countries and different companies thus the loosely coupled type of network has to be uh, established in order to counter the loosely coupled network of the attackers Thank you. Are there any other questions? Yes, thank you very much for your interesting presentation. Uh, Jan-Hein Christoffels, Netherlands Embassy. Um, you mentioned ISAC's uh, information sharing uh, um, arrangements. Uh, we're proud that last month in The Hague uh, there was a ceremony between Japanese Energy ISAC and European Energy ISAC uh, signed. アイセックによる情報共有のお話がありまして、大変嬉しく思いました。と申しますのも、先週、ハーグにおいて、日本のアイセックと、それからヨーロッパの EE アイセックとの間の調印が行われたところであるからですで。今後もこのような協力体制というのが作られていくのでしょうか。あご質問とあの情報のアップデート、ありがとうございます。 まずですね、あの情報共有といってもあのみその、今時ですね、皆さんその重要性を否定する人はいないんですね。No、ただ、実際に情報共有をするまでには時間がかかります。 for the information sharing to sharing the actually happen でそれはなぜかというと、どの情報を誰に渡せば、どういうタイミングで渡せばいいのか、どういったフォーマットで渡せばいいのかというのが、合意に至るまでに時間がかかるからです。Why? Because it takes time to build a consensus in terms of what information should be provided to whom in what format at what t i m i n g でこれは必ずしも今回の電力アイザックと e i アイザックとの間に当てはまるかどうかは分かりませんけれどもその一般的な傾向としてやはりそういったその実際の情報共有を軌道に乗せるまでには時間がかかるといったことを理解する必要がまずあります。 I do not know how much of that applies to ee EI, uh, EI Isaac and E.E. Isaac collaboration, uh, the MOU having been signed, but we do have to understand that usually it's a process that takes time.. で情報共有をするとどうしてもその時間がかかるし、まあ、皆さん日々ですねもう何百通とメールを受け取られているのでどうそういったものがその後回しになってしまうかもしれないのでやはりここはそのマニュアルで情報共有にするのではなくって時間はかかるかもしれないんですけれども将来的にはその情報共有をオーートメーションその自動化していく必要があると思います。 Now, what is important in actually sharing information is to build a system, although it may take time, of automating the process of information sharing. Because if you want to try to do that manually on the email basis, it takes time. And also, if you're sending your email to someone who's so busy receiving hundreds of emails a day, your email may be dismissed. で実際にです、ねまあ、あの世界中にいろんなサイバーセキュリティの共有インテリジェンスの共有の枠組みがありますけれども、すでに情報共有をすべてオートメーション化しているところもありますので、そういったところを参考にしながら、まあ、進めていくのも1つの手ではないかと思います、うん、There are multiple cyber security intelligence sharing f r a m e w o r k s out there, some, some of which have already been automated. に質質問問ののある方そ、えー、そろそろお時間ですす最後ととさせていただきたいと思いますえと英国大使館の浅野と申します。えー、とですね先日のワナクライのようなああいうインシデントが起こった時の 政府から日本政府から出たその情報が非常に少なかったなというふうに感じておりまして特に NISQ とかですね、えー、IPA からは多少の情報が出ていたんですが、えー、その情報の少なさをあのどういうふうに見てらっしゃるかということとそれから政府間レベルでの情報共有の連携の仕方のフレームワークというのは、うん 例えば今、このアイザックというような、こういうフレームワークを使って、今後何か起こった時の特にサイバーセキュリティの情報共有な、えー、国間で行うというフレうムワークになってなくんでしょうかうなよ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 う a ようなようなよ e なよう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 な t うな smallness amount of the, inf uh, the small amount of information that was issued from the Japanese government especially nisc we did receive some information from ipa but i was wondering what your take is on for uh, this uh, lack of volume of information from the japanese government first of all and also as uh, we go ahead and uh, implement the information sharing framework amongst governments ISAC IS、uh, um, uh, in はい、ご質問ありがとうございます。You まずですねあの、私の場合、民間企業に勤めておりますので、その政府間の情報共有がどれくらい行われているのかは知る立場にないので、コメントはできないです。First of all, I work プライベートセクターコーポレーション。ただです、ね、その政府間の,その情報共有という場合、その民間の間での,その例えば重要インフラを守るための情報共有とは、少しあの意味合いが違うのではないかと思います。Having said so、um, I might juncture some speculation here, but uh, probably the information sharing amongst governments would be a bit different in nature from the inf information sharing for the private sector for the purpose of defending the critical infrastructures. あの政府の場合はその国民の,あの生命・財産を守る立場にありますしその安全保障ですとか外交上の情報ですとか民間企業は持っていない情報を持っていらっしゃいますのでそういったその機微な情報をいかに迅速に相手の政府にあのその提供することができるかというのは民間企業がその担わない役割だと思います、うん。 The governments have such uh, sensitive information related to protecting the lives and assets of its nation, as well as the national security and foreign affairs matters and so forth. Therefore, they have to have a certain mechanism of being able to provide a part of such sensitive information to other uh, governments. But unfortunately, uh, the private sector is not in a position to know what that would be. あと政府と民間企業の違いとしましてはその政府はまあ国レベルあるいはその国際レベルでの法律あるいはその政策作りを担っていますしあるいはその今その標準化をまあこの技術でどこまで進めていくかというのもありますのでそういった情報というのは必ずしも教員インテリジェンスとは同じものではない。 The governments would probably have such information related to the national as well as the international legal matters, policy matters, as well as standardisation of the technologies. However, they probably would not fall within the realm of the intelligence to be shared under such circumstances. The American DHS's case, recently, the AIS, o -O automated information sharing, the uh あの国内外の企業政府とも始めていますので、教員インテリジェンスの場合は自動化をして共有することができると思うんですけれども、それ以外の例えば政策ですとか法律ですとか、それ以外のま機微なディスカッションにつきましては、残念ながらまあオートメーションできないのではないかと思います。 DHS for automating the threat intelligence sharing uh, called AIS. So, the automation of the threat intelligence uh, sharing may be possible in that manner. However, uh, that automation scheme does not apply to uh, legal as well as policy related uh, matters. はい、えー、それではあのお時間となりましたので、えー、本日のブリーフィングはこれで終了とさせていただきます、えー、松原さんどうもありがとうございました well, Thank you very much Ms. 松原 once again Thank you for the briefing today